10月24日は、グレゴリオ歴で年始から297日目にあたり、年末まで、あと68日ある、ベスト・ファーレン条約調印。欧州において、近代国家が確立され、国際法が芽生えるノルマントン号を座礁沈没。領事裁判権への国民的反発を招いた、レーテオ機械戦。空母随一角と、戦艦武蔵が、激鎮国際連合を発足。 悲しき口笛が封切り。12歳のミソラヒバリ最初のヒット作バイコヌール宇宙基地での大陸間弾道ミサイル爆発事故。ソ連政府が正式に認めたのは1989年、ホンダ F1 が初勝利。画像は、ホンダ RA272 オランダの博物学者、アントニファンレーウェンフック誕生。微生物学の父と称せられる、ドイツの物理学者。 ビルヘルム・ベイバー誕生。時速の単位、ウェーバーに名を残す、主婦連合会会長、奥夢を誕生。かっぽ着としゃもじを旗印に消費者、婦人運動に努めた、定心将棋官から戦後議員となった、松前重吉誕生ニュージーランド出身の映画監督、マーティン・キャンベル誕生チェルシー FC オーナーにして、ロシアの石油王。 ロマン・アブラモビッチ誕生サッカー・イングランド代表フォワード、ウェイン・ルーニー誕生カッペイ長初代フランス王、ユーグカペイボツデンマークの天文学者、ティコブラー・エボツ。その死因は長らく議論されてきた多くの近代壁画を手掛けたピエール・ピュビスド・シャバンヌ・ヌボツ。右は、パンテオンにある、パリを見守る聖ジュヌ・ヌビエブルノー創業者、ルイルノー、ナチスドイツ協力者として投獄され、 極中市ナチスドイツのノルウェー占領を手引きしたビド君、首スリング銃殺系。その名は現代でも、売国奴の代名詞となっている、昭和初期に活躍した、プロボクサー、ピストン、堀口歴史近代、MLB 初のアフリカ系アメリカ人メジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンボツ。ありがとうございます。